ワコールは京都市に本社を置く日本の医療品メーカーである。事業の中心は女性用下着販売。本社は京都府京都市南区吉祥院中島町29。主軸のメインブランド、ワコールと低価格のサブブランド、ウィングの2つのブランドを中心に展開している。また、ウンナラクールなど複数のブランドを使い、大型ショッピングセンター内を中心に、 直営販売店も展開する。ブラジャーに関しては大人向けだけでなく思春期向けにも、フェアリーティアラはコールジュニアビスプチプリリプリリの各ブランドで展開しており、1、2成人式を迎えたら、母子で話をして、ファーストブラを買うよう進めている。これ以外に、ハウスデザイン事業部や女子育場部にも力を入れている。 ワコールと提携している縫製会社が作った製品は、新潟市西関区にある、新潟アコール縫製株式会社で、最終検診を行い、その後、東日本担当の東京流通センター、西日本担当のワコール西日本流通センターから、各販売店へ配送することになっている。黒川気象設計のワコール工事町、ビルモータースポーツジャパン2008に展示された。 ワコールトヨタドーム 85C2014 年、痩せる下着に、科学的な根拠がなく違法だと、アメリカ連邦取引委員会から指摘され、130万ドルで和解した。急劇場時代から長年担当してきたカネボー、化粧品の公認として、2001年3月、字を刻む21世紀へ、テイクオフと題した鈍ン調を寄贈。その後2009年7月の縁を経て、 2018年1月26日からは夢が使用されている。ありがとうございます。